にちは、トモです。いや、昨日のね、続き、この昨日洗ってちょっとね、やっぱこの細かい目の中のホコリちょっとまだ取れてないんですけど、まあ、とりあえず洗いました。で、このね、このスピーカーちょっとなかなか味のあるいい音したと思うんで、これはそのまま活かしますね。活かして、でこのバッフルも今ちょっと綺麗に、なんていうんですか、プラスチックの出っ張りとか取ったんで、これもじゃーん、カインズホーム高級木箱1000円もしたんだけどね。カインズホーム高級木箱にこんな風に取り付けてね、鉱面開放、鉱面開放の箱にしたらちょっとかっこいいかなと思って、なんかすいません、音よりもなんかかっこよさを求めるようになっちゃってあれだけど、でもね、これプラスチックだけど後ろの箱取ったらなかなか素直な音してたんでね、このバッフルはプラスチックだけどいいんじゃないかとちょっと思ってます。じゃあちょっとやっていきますねさあ、これこのこれね、重ねれるようにこの箱実はこう重ねてもねずれないようにここに木が打ってあるんですよ。これ木、この木がかっこ悪いんで取っちゃいます。さあ、うまく取れるかな。あ、うまく取れないかな。あ、なかなか取れないか。あ、取れた。接着してあるだけでした、ね、いやー、これ塗装しなきゃいかんやつかな。なるほど、さすがにめちゃめちゃ楽とはいかなかったんで、ちょっと、まあ、塗装という手間が増えますけど、まあでもね、このままやっちゃうよりね、ちょっとかっこよくいきましょうよ。ちょっとあとグラインダーかけじゃないかな、少しね。さあ、そして、あと、もともと裏の箱を止めてたこのビスのこれをね、これうまく利用できないかなと思ってはいるんですけどね。まあまあまあ、やっていきましょう。いや、なかなかコツがつかめない。あ、そうだ、よし、そうしたらですね、ちょっとね、Amazon でこんな秘密兵器を買ってあったんで、これちょっと中途半端で使わないかなと思ってたけど、今回これ16センチ。16センチなんですよ。だからここにね、16センチの穴をバーンと開けて、それで実際はこれがここにはまるんでみたいなね、感じでちょっとこういうホルスをこれ格安でゲットしたので、でね、いろんな大きさ、まあ、メインはこの大きさだったんだけど、まあ、そんな感じでちょっとやっていきますね。こんな感じでね、こんな感じでちょっといきますよ。ガリッと、よし。そしたらですね、これは絶対センターがかっこいいんで、この箱が372mm ということは、いくつだ186mm
これです。さあ、じゃあ穴開けていきましょうか。さあ、ではやっていきます。じゃあね、これ、あ、映んないかな、よいしょ、ね。さあ、これ Amazon 君で買ったやつね、いってみますよ。どうだ、よし、こんな感じ。2回目はさすがにうまくなるですね。よし、こんな感じ。ちょっと下穴をね、さっきの足の部分開けます。重ね作戦でいきましょうか。よし、そうしたら今度はこのね、ここちょっともっと滑らかにしていきましょう。じゃあペーパーをね、当てていきます。ちょっとだけね、ドリフトウッドっていうね、ちょっとコーヒー牛乳みたいな色のね、和とこう、あんま使わないんですけど、ね、ちょっとだけ残ってるんでやってみましょうか。ちょっとコーヒー牛乳っぽいんで合うんじゃないかな。もういきなりいっちゃいます。あ、ちょっと薄いか。じゃーん、秘密兵器ベルトサンダー、これでもうね、全部すります。もう色が合わないんで、なかなか大金になっちゃって。 OK かな、出来上がり。さあ、これで塗っていきましょうか。とりあえず1回完成。もう1回塗ろうかな、ね、2回ぐらい塗っていきましょうか。次はここのこの出っ張り、これやっぱね、貫通させないで、あのビスの相手、なんていうのかな、ビス穴の相手にするので、ほぼこの面ぐらいでグラインダーでカットします。ここにはね、エアーがあるんで助かりますね。さあ、穴開けたりいろいろやってきたんでね、塗装もし直して、なかなかめっちゃ手間かかっちゃって、ちょっとカインズの箱じゃなくてもよかった問題みたいな。まあ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 、ネタとしてね、改造部の1000円の箱を使ったという事実でいいじゃないですか。はい、こんな感じです。そしてですね
ひとまずちょっと完成。いや疲れたな。さあちょっとつけてみましょうか、このスピーカー。こんな感じのスピーカーです。マグネットはこんなちっちゃい。つけますよ。完成です。じゃん。完成してしまいました。見た目なかなかかっこよくないですか。ね、本当はね、上下逆さまなんだけど、下についてたんで、あのフルレンジが逆にしてね、ちょっと上気味についてます。ちょっとこれでね、聞いてみますよ。するんだけど、まだ聞いてません。もうぶっつけ本番でいきます。こいつは全くね、そのまんまです。洗ってもない、そのまんまで。ただこれとこれがセットだったよっていうことで、でこの上の Bluetooth アンプ、 Amazon の Bluetooth アンプで鳴らします。いきます。夜が深いのに眠れないのは、昼間見た映画のせいかな。誰も望まないバッドエンドに、なんだか心が落ち着かない。二人で覗いてみよう、すべてが当たり前、そんな日々で意識したことなかったけど、I truly love you、 気づかさSo many memories 数えきれない I wanna tell you I truly love you 強く思うよ So many memories これからもずっと
まあいいですね、中域がいい、ね、低域はやっぱ弱いですね。後面開放にしたからって低域がちょっと伸びたわけではないんで、ちょっとバッフルの取り付けがプラスチックなんで、まあバッフルをやっぱり木に取り付けた方が、ユニットをね、ただこれはそうするとこれただのカバーになっちゃうんで、ちょっとそれもなんなんでね、あのちょっとボトロークな聞いてみましょうよ、ね、やっぱりちょっとスピーカーひっくり返して低域にしてみました。ちょっとね、低域がその方がいいかな、ちょっとわかんないけど、ボトルオープナー行ってみます。ということで今回はちょっとね、110円のジャンク品に手間と、まあ、お金はちょっとこの箱のね2000円の箱を使ってしまったという、ね、まあ、あの110円で買ったメリットはちょっとあったが、まあ、別として、見た目はでもなかなか良くないですか。で、音はね、正直僕ね結構好きです。なんか結構柔らかい音というか、ずっと聞いていたいような音がしているので、まあもちろん低域は足りてないんだけど、でもこれちょっと気に入ったスピーカーになりそうなので、もうちょっと作り込んでいくかも。例えば後面開放をやめてみたり、秋月のツイーターね、110円だったっけな、つけてみたりね、まあ、ちょっとまだいろいろできそうなんで、とりあえずもう大満足しております。ということで本日はこんな実験、うん、となりました。最後までご視聴ありがとうございました。ということでね、チャンネル登録よろしくお願いします。いやー楽しかったね。まあ、これは治んないでしょうね多分そう、また音吉さんが来たら聞いてみますけどはい、ということでありがとうございました。バイバイ。